ゆらりです。ももかです。ピンクラテティー B 始まるよ。イエーイ。今日はですね、なんかね、あるんですけれども、なんかありますね。ここに肌をきれいに保つためのおすすめの商品を今日は紹介していきます。ではまずこれ、はい、じゃあこのピュポロポロピーリングジェル、これです。なんかこういう やつ、はい、やってみたかったの。こうやつね、こうやつね、はい。でこれなんですけど、これはですね、週1から2回を目安に洗顔後水気を拭き取った肌に使います。目や口の周りを避け、毛穴やざらつきが気になる部分を中心に適量かっこさくらんぼ台をマッサージするようになじませ、ポロポロと汚れが出たら洗い流してくださいと書いてありますね。こうやってポロポロポロって汗みたいなのが出てくるやつ。はい、じゃあ早速使っていきます。さくらんぼ台だって。そう、今私たち鼻のところだけメイクを落としてきたので、ここだけ何もついてないです、はい、肌です。じゃあつけていきますか。なんかツルツル落ちるんですね。あ、もうなんかすでに手にポロポロしてる。ほら、こすってもないのに手にもうついてる、ね、すごい。あ、すごい。え、なんかすごい、鼻汚れてるんだ。鼻の中に入りそう、鼻の中に入りそう。見えますか、なんかカスみたいなのついてるんですよ。カスみたいなのがついてるんです。鼻の中に入りそうなんですよ、これ。よいしょ。はい、こういう風にザラつきが気になるところとかにゴルゴルやって、なんか汚れが取れるらしいです、毛穴の中のかな、はい、こうやってぐる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 やってると、うん、すごい、口の中に入りそう。入れないで。いや、ポロポロと汚れが出たら洗い流してください。では洗い流しましょうか。はい、口の中入りそう。おぉ、あ、なんか鼻がツルツルしてる、これ。なんかついでに手の汚れも取れちゃうみたいな。なんかシュールだね。ちょっとタオル、いやしっかりとね、あ、なんかスッキリしてる感じがする。なんか無駄なものが取れましたみたいな。ツルツルキュッてキュッてしてるけど、あんま突っ張ってないから。そう、洗った後に突っ張っちゃうものとかあると思うけど、これは全く突っ張らないどころか、なんかもちっとしてツルツルツルツベツルツベです。すごい、なんかね、うん、軽く鼻も通るかもしれない。関係あるそれ。はい、いろんな効果がねあるかもね。はい、ぜひね使ってみてください。多分ピンクラテにも、そう、ピンクラテのお店にもね置いてあるから、多分置いてあるから。次は、はい、ピユノーズクリアファン N。 はい、毛穴に詰まった皮脂や汚れを穏やかに取り除く、剥がすタイプのパック。洗顔後、鼻周りの毛穴にすり込むようにして均一に伸ばします。完全に乾いてから過去約20分後、下から上にシートを剥がしていきます。その後は化粧水などで肌を整えるようにしてください。多分これ固まるから剥がせるんだろう。そうだね。でもこういうのもあって、セットじゃなくてもいいんだけど、これの上にこれをペッて貼って、はい、じゃあ早速使っていきます。はい、ボンドみたいですね。ボンドついた。お、つきました。あついてました。ちょっと私上すぎたかな、なんか目にかかりそうなんですけど。ももかみたいにうまく貼ってください、皆さん。ちょっと私不器用だね、本当に。これを20分ぐらい待ちます。はい、乾くまで。乾いたらこれを下からピリッ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 って、はい、では20分待ちたいと思います。はい、20分経ちました。はい、じゃあこれをね、順番にね剥がしていきます。オッケーオッケー。じゃあ、ゆらりか、どうなってるかな。あ、ダメだ。はい、うわ、こんな感じです。このファンデーションがまだついてて。じゃあ私も残ってる。こんな感じです。なんかさっきのポロポロピーリングジェルをやった時もツルツルだったんですけど、それよりももうちょっとツルツルになります。なんか毛穴の中の全てが外に抜け出た感じがする。あ、でもすっきりしてる。え、なんか取った瞬間の開放感半端なかった。あ、ね。なんかこのクリームを多めにつけた方がちゃんとシートがくっつくんで、ツルツルになってる。汚れ取れましたね。なんかね、すっきりって感じ。綺麗、すっきりって感じになると思います。これ毎日やっちゃうと多くて荒れちゃったりとか、逆にね肌が弱くなっちゃうかもしれないから、まあ、週1、2回を目安にって書いてあ
おすすめです。今日の動画がいいと思ったら高評価、チャンネル